本日はご対応の中お集まりいただきありがとうございました。とにかく皆様にゆっくり過ごしていただきたいと思い、このような式を友美さんと2人で準備してまいりました。ただ楽しい時間は本当に過ぎるのはあっという間で、ゆっくりしてもらいたいつもりが本当にあっという間に過ぎてしまいました。先ほどの人前式の場では感極まってしまい言葉にすることができませんでしたが、これから2人で助け合いながら温かい姿勢を築いていきたいと思います。支えてくださった皆様、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本日はどうもありがとうございました。Found a heart that was just like mine. Yeah, I found a heart that was just like mine. It's the kind of love that can make you blind. And I'd do anything to see him smile. Oh, I'm ready. I've never been so sure, quite so steady. I'm gonna live promises I made, even though I make mistakes, I know I'm ready. Found a heart of my best friend. It's the kind of love that understands. He said he changed his life to be my man. So he bought a ring and took my hand. He says he's ready. He's never been so sure, quite so steady. He's gonna live his life to keep the promises he made. Even though he makes mistakes, I know he's ready. For better or for worse, he's gonna carry. I'm gonna have our hurts, but it's the treasure of my life. Yeah, he makes me laugh and he lets me cry. Oh, he listens when I lose my mind. And now I get to grow up by his side. I'm lucky in that man. Never been so sure, quite so steady. Fortune of smiles, take.
one more time. One more time.ご対応のところ私たちの披露宴にお越しくださいまして誠にありがとうございます。この場をお借りして両親への手紙を読ませていただくことを許しください。お父さんお母さんへ、最近はじいやもしくは文ちゃんのりちゃんと呼ぶことが多くなりました。子供は親を選びタイミング良い時を見計らって生まれると思います。日々動くお腹の赤ちゃんを感じながら特に思うのはどんな子が生まれてくるのかな、魂はいつ宿るのかということです。まあ私は選べないんですけれどきっと子は選んでくるんだと思います。丈夫な体は用意できそうなので日々の食事と過ごし方に気をつけています。だから健康で丈夫な体をありがとう、大きな怪我や病気をすることなく育ててくれてありがとう、そして人生山あり谷あり、これを乗り越えられる心を育ててくれてありがとう。自分のことを考えたときに今までの人生35年間でたくさんの出会いがありました。特に20代は毎年違う場所にいたと言えるくらい数多くの場所へ行きました。すべての出会いがその年その場所で事前に約束していたかのようでした。30歳を過ぎてやっと気の合うもっちゃんと出会い新しく我が家を作り始めることができました。風天のともちゃんを見守ってくれてありがとう、良い名前をありがとう。語り始めたら尽きないくらい思い出盛りだくさんの我が家でした。この先も長生きに元気に長生きしてください。ともみより。本日私たちはご列席いただきました皆様を証人とし夫婦としての約束を交わします。お互いを思いやる気持ちを決して忘れません。お互いの家族も大切にします。幸せや喜びを共に分かち合い悲しみや苦しみは共に乗り越え笑顔の絶えない家庭を築きます。そして毎週日曜日の夕方に家族揃ってサザエさんを見るような団らんのある家庭、田中家の覚悟をついて寝た子は起こすな、人生は思い出作り、働かざる者食うべからず、手作りできそうなものは作る。2022年4月29日今日の誓いを心に刻み、お互いを永遠に愛することを誓います。春日元宏ともに。今年の8月に家族がもう一人増えることになりました。今